関東鉄道キハ5010系機動車は関東鉄道の通勤系機動車である。元国鉄キハ30系機動車をワンマン改造したキハ100系の置き換え用として製造され、2017年2月25日に営業運転を開始している。製造元は新潟トランシスである。それまでの関東鉄道ではキハ2100型からキハ5000型までに至る。 完全心臓の警戒機動車、あるいはキハ0型など、既存車両の DMH17 系からのエンジン換装においては、新潟原動規制の DMF13 系のみを採用していたが、キハ2100系の一時車に関しては1993年の導入から20年以上経過、搭載されているエンジンの陳腐化が進んでいた。また、車内天井の照明も、 LED を採用することになったが、LED 照明は2010年代初頭では、電車での採用が相次いでいた一方で、機動車、とりわけ通勤向けの一般系機動車での採用が2016年時点においても、JR 東海級派25系機動車以外にほぼなかったことから、まずは実際の車両に試験的に搭載して、走行試験を実施することとなった。 新潟原動機製の DMF13 系に代わる新型エンジンを採用するにあたり、キハ2100系2101.2102の編成2手2101で後に本形式に搭載される小松製の d m f 1 1ルツ系の一形式である SA6D125HE に型に乾燥、同時に車内天井の照明を蛍光灯から LED に変更し、2016年4月から 営業運転を行いながら、長期の走行試験が実施された。キハ2100型による走行試験を反映し、関東鉄道の車両として、小松製の DMF11Hz 系エンジンと LED 照明を実用化した事実上の量産形式として設計された。キハ5000型をベースとする両運転台車だが、従来と比べて以下の点が異なる。 ワンマン運転対応については共通となる現在、キハ5011とキハ5012の計2両が在籍しており、上層線で運用されている。2017年2月26日から3月3日までの間は、関東鉄道ホームページにおいて、本形式の運行予定時刻を掲載していた。ありがとうございます。